さあ今週は宗像市にやってまいりました、はい、こちらは原神社というね、まあ、非常に歴史がありそうな、ね、非常にいい景色ですけども、ね、登ってみないことにはなんか教えられませんみたいな、ねね、登ってからでしょうね、いろいろな景色が広がるのがね。さあということで今週のゲストなんですけど、はい、まさか一人で来ましたよ、ね、嬉しいですねそうですか僕はどっちかというと相棒のファンですけど、ね、あっちのファンですか、あっちのファンです。私はどっちかというとこっちのファンなんですよ。はい、まあね、ということで登場してもらいましょう、はい、今週のゲストレイザーラモン RG さんです。どうもあらあらあら、弱気なサインに首を振り得意のあるある投げ込むだけよ。どうも RG です。どうもお願いします。オープニングはピンクレディのサウスポーで、今回のゲストはレイザーラモン RG。 世の中のさまざまなあるあるを懐メロに乗せて華麗に歌い上げるネタが今ではすっかりおなじみになりました。まあ、RG さんといえばもうあるあるでおなじみですから、今日ももういろんなタイミングで、はい、いろんなあるあるもしあればです。で大丈夫なんで、はい、はい、あるかなあるかな、ウインクしてる、ウインクしてあるかな、今日はだからもう何曲も歌ってもらうことになると思いますんで、はい、今日喉むっちゃ開いてますね、RG ももちろん、そして視聴者の皆さんもね、はい、今日はもう我慢比べだと思って、そうですね、コンクラブですよ、はい、よし行きましょう、行きましょう、コウモリみたいなおじさんがバットマンみたいな感じ今回はレーザーラモン RG と宗像市をぶらり、特別席に行くほどの男ではない1200年の歴史を誇る由緒あるお寺で心を清めて、千尋子さんのあるある、宗像中に珠玉のあるあるが響き渡るぞ。沈黙時アポンハルハル大地の談笑と、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花丸大吉の談笑と、今回の舞台は宗像市、福岡市と北九州市のほぼ中間に位置する宗像市。宗像大社をはじめ由緒ある神社や寺院が数多く点在し、歴史深い地域として有名です。今年の7月には宗像沖ノ島と関連遺産群が2017年の世界文化遺産候補に選ばれ、今後ますますの発展が期待されています。原神社やっぱやらなきゃいけない、ね、なんかやっぱり空気がちょっと冷たいというかね、神社って不思議よね、はい、まあ日陰なだからなんでしょうけど、うわえマジで、いやいろいろ来たけど、はい、こんえシンプルなシンプルですね。というかこれやってる今日やってる移転した原神社どっかに一応来れないんじゃないの、昨日悪天候でなんか飛んだ狛犬とか狛犬とか飛んでった、なんかそれこそ昔ね、うん、武士とかがちょっと、はいはい、なんか休んでちょっと一気にねネタとかなんか岡倉とかをねこういうところでやる感じですかね、ちょっとじゃあもう特別に、うん、100円ずつ1人1000円ということで300円、はい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 、これからですから、はい、じゃあ今日もロケがうまくいきますように、はい、お願いしますね、はい、これ神様いらっしゃいますね、神様なんか大丈夫ですか引っ越した後みたいになってますけどじゃあよろしくお願いしますね、すいません、いいあるあるが言えますようによし、はい、ありがとうございます、よし意外とやることないね、ここないよ、だってガラガラない、こんなもない、本当です ね、 ね、人もいない、でも来るんやろか、社務所もない、初詣とか来るんやろか、いや並ぶんですかね
まあでも子供がこの野球とかするにはいいかもね。ちょうどいいかもしれないです、はい、いやボールとかすぐなくなるからすぐなくなるすぐどっか行けば大変だよこれ。これ分かります？何モグラがいる証拠ですよ。え、どれ？こういうの。ああ、これモグラの跡やね、はい、ゴルフ場でもよく見かけます。知らんやった。だから自然が残ってるってことでしょうね、これは。モグラモグラあるある。いやモグラあるあるなんかないって。ないよ。それごめんごめん、口が過ぎたあるわけないよ、ね、あるわけないよ、モグラあるあるなんて。そうそうそう、1個だけありましたね。1個ある？よかったですね、モグラで。あ、そう。1個あった。1個だけあります、モグラ。ミミズやったらなかった。ミミズやったらちょっと断ってました、ね、あるんならね、聞かせてもらっていい？モグラあるある、じゃあ1個だけありますね。お願いします。じゃあ、玉置浩二さんの田園に乗せてね、はい、あ、好きな曲です。はい、はい、でん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 でる、ちょっとあのアコースティックバージョンでやりますね。あ、お願いします。いいね。ウォーホーホOh, oh, oh. 手拍子とかいる？あ、これでモグラって言ってた。モグラのあるある、早く言いたい僕。早く言いなさいよ。モグラのあるある、早く言いたい君。モグラはないですね。僕らはモグラのあるある、早く聞きたいカメラマン。いや、それは聞きたいですよ、早く言いたいんだから。モグラのあるある、早く聞きたいサッカー。まあ、僕の番組はサッカーもいますけどね。モグラのあるある、早く言いたい、モグラのあるある、早く言いたい。赤い子つけてないで、ああいうもんだけで、毎日あるある、頑張っていれ、生きていくんだ、あるある言うんだ、モグラのあるある、早く言いたい、だけどもあるある、諦めないで。諦めないで、諦めてないです、僕らは。早く言いたい、モグラのあるある、時々干からびてる。嘘。時々あるな。出て。あるある、それ。これは。見たことないの。いやいや、これはある。あるマジで。道路で干からびてるやつ、ね。あるぞ。うん。なんか地面から出てき、地面に出てきて力尽きた状態でね、はい、時々干からびてます。時々ある。はい。わーってなってると思う。本当？あ、これ水にも言えるやつだった。水の方がもっと言えるわ。じゃないよ。水はね、水の方がよく見ますかね。いやー、この調子でロケやってたら夕方になるよ。名所とか一切回らん。その辺でずっと歌聞くっていう。だ、歌うとき移動の最中歌でいいですよ。まあね、こういう時に歌えば、うん、別に止まらんでもね。はい。うん、そんなもできんの？ウォーキングでできんの？ウォーキングソング。ウォーキングソング。ウォーキングデッドなのに。はい。コスモスが咲いてますよ。あら、コスモスってこの時期っけ？秋か、そっか。秋ですね。そうよ、秋の桜や。秋の桜でコスモスか。こんな小春日和の穏やかな日は、あなたの優しさが染みてくる、ね、花の道。明日と次ぐ私。あれ、この花は何ですか？うん、これは何の花ですか？岡本信人じゃないとか。そうそう、ね、急に聞かれてもわからんから。道に咲いた花ばくさ。答えきらんば。おーおーおお、でっかい。唐津街道だ。唐津街道。唐津。ああ、原町っていう地区なんだ。だから原神じゃないの。なるほどね。古いよ絶対。原町。春町でした。あ、正解。じゃあ春神社。春ね。あれは原神社。ここは春町。ここは春町。うん、バルでもない、ね。あ、でも春町ってちょっと有名やない？聞いたことある。あ、あった。看板があるよ。春町。九州あるあるですよね。腹を張ると呼びがち。うん、はい、前バル、塩バルね。ヒバル。ヒバル。春町。あ、肥前名古屋城へ向けて行き交ったんですって、諸大名が。じゃあやっぱりね、あそこで休んだ人もいると思うよ、お侍さんが。あそこで原神社で中村健一拓司、
え、なんか漫才コンビですか。ケンイチタクジ師匠は僕お会いしたことない。画伯です。あ、画伯でした。すまでした。恵比寿神社、まあ、いろいろあるんやね。幸福神社、神社ばっかりね。あそこに商店があるよね。あ、これもやっぱ街道に寄せて。名前も中村ですよ、画伯と同じ。あ、本当だ。中村一族がやってるんじゃないですか、うん、一族の末裔が。こんにちは。こんにちは。どうも。あ、何しようとという番組で今日はここに来たんですけど、ここは商店。何を売ってるんですか。卸の方。なるほど、なるほど。これあれですか、街道だからこういう建物に寄せていって、あ、並びはみんなこの感じでやろうと。もう中村さんっていうのは、その中村画伯とかと同じ。あ、関係ないです。たまたまの中村さん。すいません。やっぱり中村が多い。なるほど。あれ、お母さんたちどっから来たんですか。お母さん。お母さん。大分です。大分から。あら、いらっしゃる。何しに。何しに。あ、私のところに遊びに。ああ、地元なんですか。宮城祭を見に。え、昨日の宮城祭を見に来たんですけど。昨日お祭りがあって。あ、姫さんでした。あんまり方大して今日お祭りやってんですよ。宮根祭。宮根屋とは違うんですね。宮根祭。ここはなんで今日ここ来たんですか。いや、とりあえず今日今週は南昇とこの宗方のこの地区だっつって。そうなんですか。とりあえずここに今来たんですけど、こっちなんかあるんですか。あ、ありますよ。あの、こっちあの楽一楽だ。楽一骨董屋さん。骨董屋さん。で、骨董行ったらすごいね、あの、美味しいお肉屋さんが。お肉屋さんが。骨董行ったらね、お蕎麦屋さんが。あ、結構ありますし。ここはあの、ほら、あの、案内役っていうか。はい。私、言う、あの、詳しいですか。詳しいですか。詳しい。じゃあ、こっち行けば。なんか、階段に詳しい。あの、有名な骨董のお兄ちゃんがいるんですよ。あ、本当に。楽一楽だ。コウモリみたいなおじさんが、その骨董屋さん。コウモリみたいなおじさん。バットマンみたいな感じ。コウモリ。本当に本当に本当に。まあまあ、もらった。バットマンみたいな。案内します。ありがとうございます。案内します。大丈夫ですか。大丈夫です。バットマンいます。あの、ずっと歩いてたら、あの、バットマンのおっちゃんがいます。バットマンって言い出した。コウモリ男が。コウモリ男が。バットマン太陽浴びて大丈夫ですか。大丈夫です、全然。バットマン大丈夫です。ドラキュラじゃないんだから。あ、ここが。ここがね、あの、お肉屋さんなんですけど。それ肉は焼肉屋ってことですか。いや、してない。ただお肉売ってるだけ。あ、なるほど。あ、そういうこと。いや、うまそうですけど。まあでも。こっちの方に、だから、ここのところ。あ、楽一楽座。あ、本当だ。これですか。はい、これも有名ですよ、楽一楽座。行っておじさんに挨拶して。バットマン。あれ、来なかった。来たと思うよ。ちょっと待って。ちょっと。自分なに。あ、楽一楽座。これですか。はい、これも有名ですよ、楽一楽座。行っておじさんに挨拶して。バットマン。あれ、来なかった。来たと思うよ。ちょっと待って。ちょっと。自分なに。いや、本当。ちょっと許可取ってもらっていいですか。博多大丸です。はい、そうです。デパート。南昇とという番組で、こんにちは。ですよね。来ましたよね、僕。ご無沙汰しております。いいですか、ちょっと見せてもらって、今日も。じゃあ、お邪魔します。お邪魔します。すごい数の。うわぁ。これってあれよね。それバカラ。バカラ。陣内君の結婚式の日でもね。うちにあります。あるでしょ。あるよ。名前が入ってるやつやろ。そうそう。何か自慢のやつ。自慢の。あれなんか面白い、あの掛け軸。あの掛け軸。あの馬に乗ってるやつ。ほら、大西王侯図って言って、西洋の王様ですよね。それを日本人が、あの、南蛮貿易が盛んな頃、写しで描いたやつのまた写しですけどね。へぇー。いくらですか。20。20。まあ。まあ。10万か。それとこれが面白いですよ。赤瀬川源平って有名な人おるじゃないですか。何年か前ベストセラーになった老人力って本があって、老人力、この方亡くなられたんですけど、その方がもともとは芸術家なんですよ。要するに資本主義をパロディ化した商品。0円。本物0円、ね、これ今おいくらぐらいで。15万ぐらい。これは大事にしないかんですね。キャンディー入れが欲しいって言ってなかった。これ面白いです。面白いな。娘さんに言う。まあまあ、はい。
好きですよ、キャンディー。おしゃれ、これは。キャンディーレ、オルゴール付き。はい。こう開くたびに、ほら。ああ、かわいい。アンティーク。これ、お父さんありがとうって言うやない？でも、このやっぱり感じじゃもう日記玉しか入れちゃダメでしょ。日記玉。日記玉、そうですね。へえ。いや、でも本当。44、5になるとこういうのがよくね、じっくり見てしまう年齢になっちゃいましたね、うん、若い頃はよく分からないんだけど、うん、あの当時よりなってるね、うん、多分今もあのおちょこのとことかもうさっきじっと見たと思うそれ、うん、このおちょこのやつかわいいですね。小さくてただなかなかのお値段です。そうですね。これ何焼きなんですか。ほとんど濃いまりです。濃いまり、へえ。これあったら4番ないと思う。4番これ、あ、この横のやついいけどね、こいまりの、うん、これだ、オルナミシンの蓋ぐらいやろ昔これ今のあのね、あのこうじゃなくてこうなってたって声でこうして飲めたらオルナミシンすぐなくなるけんって。いやちょっと出た、口怪我しちゃってですね、歌わずともうあるある言っちゃうんですよ、ね、いや今のあるあるじゃないですか。いやあるあるでしょ。僕だけオルナミシンの蓋で口怪我する怪我する。あ、それ僕だけかな、ねね、じゃあまたちょっとゆっくり来ないといけないですね、はい、やっぱそうこういう年になったな、ね、ゆっくり見れるもんね、うん、子供の時なんかもう早く帰ろうよって言ってたけどな親がここに来とったら本当よ、うん、いや楽しみございました。ご主人ありがとうございます。どうも、奥様によろしくお教えください、はい、どうもどうも。どこがバットマンですか。ちょっとお姉さん、お姉さん、ちょっとお姉さん、おじちゃん昔バットマンだったんですよ。バットマン、髪型変えたでしょ。昔の子はバットマンだった。バットマンというか、僕はコウモリコレクション。あ、そうそう、コウモリコレ、あ、見せてもら、見てなかったんですか。コウモリコレクション、まあ、見かがらない私、初めて来た時すぐ2階に行ってコウモリコレクションを見せていただいたんです。コウモリコレクション、うん、なんすかコウモリコレクション。コウモリの、あの骨董品みたいなのがすごくあられて、うん、すごいんですよ。あ、だからこそバットマンってこと。それ見ないと。それ絶対見た方がいいですわ。ちょっと絶対見た方がいい。コウモリコレクション見て、ね、で、さすがバットマンってなって、ね、そうです。で、コウモリあるある聞いて帰ろう。なんだ、そういうことですか。どうぞ。いいですか。あら、ほら、あんた、うわ、無理なんかもなかなかよ。あ、はいはい、失礼します。ここがその辺でもコウモリの、ああ、剥製とかそういうことじゃないんですね。あ、本当だ、コウモリの陶器、うん、はあ、そういうことですよ。コウモリ、時山そこにコウモリがあるし、どこに真ん中、針のところ、ああ、わかった。あ、いや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 、ああ、本当だ。え、これ何？あ、これはあの福さやのカステラの福さやのコウモリ？本当だ。昔コウモリだ。昔からコウモリです。コウモリ、昔から。気づかんやった。あの福を呼ぶ仕事で中国とか、へえ、日本の昔は気づかなかった。本当だ。福さや。中国で意味がいいんですよ。ああ。だからコウモリは別に売り物じゃなくて、私のコレクション。コレクションで集めてらっしゃるんですか。じゃあもうコウモリ関係は一旦見ますか。じゃあ売りに来たら、あ、全然見ますね、全国から。へえ、いや、いいものを見せてありがとうございます、ね、じゃあどうもどうも。やっと謎が解けました、ね、よかったわ。バットマンの、うん、どっちかというとね、バックトゥザフューチャーのドク博士、はい、刀の兄のでバットマンと言われてるのかな、はい、あ、まあいいね、コウモリあるあるは。あ、動きながら歌っていいですか。もう、いや、もちろんいいですよ、はい。チャ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 ララチャ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 ララチャチャコウモリあるある、早く言いたい。ゴールドフィンガーに乗せて、コウモリあるある、早く言いたい。横島な気持ちでダンスインザサン、コウモリのあるある、早く言いたい。野蛮な太陽、あちちあちあるあるだろうか、あちちあちこもりあるある、カモン、あうさいさらこもりあるある、こもりあるある、早く言いたい、カモン、こもりあるある、うん、
は可愛い。顔可愛いやつがある。実は可愛い。可愛いここ。まあ確かに顔可愛いですね。みんなね怖い怖がってるんですけど。すぐ飛ぶからね。飛んでバーってくるから怖いイメージだけど、顔だけ見たら意外とね。意外と愛くるしい顔してるね。そうなんですよ。すいません、なんか何度も往復させて。すいません、いろんなとこ見せていただいてありがとうございました。勉強になりました。はい、コウモリあるあるも飛び出しましたね。実は可愛いと。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ここですね。ここ見る？健一拓司師匠。中村健一拓司さんのお家みたい、はい、あ、屋敷にある樹齢500年のクスノキは春町のランドマーク。500年、どこ500年ったらもうすごい。500年のクスノキ、 あれじゃないの奥、あー、あのでっかいやつ。これでもずかずか入っていっていいんかね。人ん家やないのこれ。いやこれこんにちは。こんにちは。何しようとという番組で今日は取材で来てるんですけど。あ、そうです。すごいでっかいワンちゃんがやってきた。ここは観光客も入っていいんですか。え、いいですよ。お宅、うん、あの美術館。美術館、はい、やってるんですか、はい、こえ、お家で、はい、中村健一拓司製菓美術館。お、あ、松江の方なんですか。そうです、跡取りで。へ、もしあれやったらいいですか。ちょっと待ってください、私着替えますね、これ農作業の。ああ、とんでもない、すいません、急に来て。ハウス、あ、ちゃんとしつけられてますね、うん、やっぱでもクスノキ気になるな。そうか、大クス小学校だからね俺。あ、生まれが、はい、それはもうまさにですね、クスのようにそう大きくなりました。なるほど。大クスの大クスのその名のようにっていう効果を森口博子さんと歌ってましたよ。当時森口博子さん好きや。森口博子さんあるあるはないでしょ。あ、1個だけあります。1個だけあります。 CCB でいきましょうかね。タタタタンダランダランダンタタン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 タランダランダランダン森口博子さんあるある、森口博子さんのあるある言いたい、森口博子さんあるある言いたいよ、ラビニュー森口博子さんあるある言いたい、ハイヒールハイヒールハイヒール関係ない、森口博子さんたどり着かんやった、ね、早よ言わんけんよ。ハイヒール、はい、すいません、あ、着替えていただいてありがとうございます。曲ミスった。うん、ほら、とんでもない、すいません、急に来た我々が悪いと思うんですけど。じゃあお邪魔します。ここは住まいなんです。住まい、でここで、ま、あの育ってるんですね、兄弟。え、というかご主人もここに住んでる。はい、私はもうここで生まれ育った。じゃあここで生活してるんですか。そうです。へえ。こちらは洋画家中村健一拓司兄弟の生家に開設された個人美術館です。館内には2人の作品のほか、幼少期のスケッチブックなどの貴重な品が展示されています。兄弟のいとこの子供にあたる中村義彦さんは現在もこの家にお住まいで、通常は予約を受けてお客さんに展示品の説明をされていらっしゃるそうです。ご自身の後ろにあるこれは、これはですね、中村健一拓司の、育てのお親、まあおばあさんですけどね、この家を跡取りできないんで、はい、健一拓司をおじいさんおばあさんに預けて、はい、ゆくゆくはこの家を跡取りましょうかと、はい、だその二人とも東京出て行ってしまった、うん、これクイズはこれ誰が作ってるんですか。これはね、県立美術館で会った時に作ってくれたんで、いやつをここで、はい、ここを後でいただいて、ちょっとやりたいことや、いいんですか。ちょっと やりたいことやってます、はい、それではここでクエスチョンです。ミステリーハンカー。5歳で両親と離れて宗像の祖父母の家で暮らした中村健一は相当なおばあちゃん子でした、うん、大好きな富ばあちゃんでしたが、あることを前にさせられとても辛かったそうです。さてそれは何でしょうか。ダラ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 ダーン、これがいいです。
草野さんまでやってください。そこまでやったら正解を教えてください、ね、はい、何だと思いますか。雑巾がけお経を読まさせられるラジオ体操、うん、だからここね横にお仏壇もあるから、うん、なんかお経かな、うん、私2番。はい、やっぱまだラジオ体操ないでしょまだ、うん、雑巾がけって書いてますよね、結局、はい、じゃあ行きましょう、はい、お答えは CM の後。そんなに何回もまたげないです。ここの一場面だけで早くめくってください。正解です、はい、どうぞ。2番、うん、あ、富ばあちゃんは仏教をとても熱心に信仰してたので、健一も一緒に仏壇の前に正座させられ、正真偈という長いお経を読んでいたそうです、うん、振り返れば良い思い出かもしれませんが、子供にはとても辛かったでしょうね。なんなこのミステリーハンターマジで。ふざけられんよ仏壇の前で。続いてお庭の樹齢500年のクスノキを見せていただくことに。はい、あ、登れるんだ。うわでっかい。うわこれはでかい。8メートル。幹の太さ。はい、昔ね、この辺りちょっと祠があったんですよ。ああ。で、天使たくじはここの下で、なんかこう、あの神棚みたいに、あの、拝みよったとか。まあ、ちょっと、あれ、花を置いてますけど。ああ、でも立派ですね。これはすごい。触ってもいいですか。あ、いいですよ。うわー、先輩出た。藤岡弘さん。藤岡弘さん。来るね。ほんと来ます、ね、ああ、来る。もらいましょう。パワーもらいましょう。ああ、先輩。大先輩ですよ。この間の台風15号でですね、はい、その辺の枝がですね、折れたところから樹液がすごいんですよね。じゃあまだまだ元気だってことです。ものすごく樹液が流れ落ちる。いやすごい。ここが太いのわかる。ずっと太いもんね、はい、それがすごいよね、はい、分かれて太いってまた。でもこれね、お家もまた代々誰か、まあ、お子さんとか守っていくんですよね、はい、そうですね、守らないと。この家がちょうど100年ちょっと越したと。これ100年超えてるんですか。はい、あと100年ぐらいは大丈夫です。あと100年は大丈夫、はい、修復してくれた専門の方、あと100年はどうもない。いいな。それまた心強いですね、はい、でまあ裏はちょっとあの愛鴨で、愛鴨の方で今いろいろやってますな。テレビ局行ってますね。あ、いる。俺もが 70パーぐらい入ってますけど、一丁三段米を作ってる。あの健一だ、健一のそのあれを全部引き継いでるから守らなきゃいけない。あ、あ、あ、あら、ちょっと愛玉農法。ああ、これに虫を食べさせて。そうです、草と虫を。えらいね、お前たちは。めっちゃおるね。これだって最初の食べの時ちっちゃいんですよね。こんなんよ。もうね、生まれたやつをその日にね、カモからこうして出たやつを羽かおかして、もういきなり、うん、あの買ってくるんです。あのもう初日で働きだそうですね。今この子たちは何してますか。あ、これはもうね、もう中に話すと、もう頬食べちゃうんですよ。あ、そうだそうだ、はい、これは飛び降りでしょ。だからもうここに囲って、はい、ちょっと太らして肉にする。そうしかもしない。いや、かわいそうって皆さん言われるけど、そういうね、あの宿命にある、はい、あ、美味しく食べてあげることが供養になるわけです。そういうことです。あの、お迎えの畑で、ね、肉屋さん、うん、あ、なるほど。あそこで、うん、あそこで燻製にしてもらう。そしたら、あの、大体クリスマスの時のね、あれに皆さん。なるほど。なんか少しずつなんか悲鳴に聞こえてくる。クリスマス。まあね。誰お前行けよ。肉はやっぱりね、鴨鍋美味しいです。鴨鍋美味しいですね。で、あの、シーズン、あの、もうすぐ、20日頃は、ね、藤島部屋がそこに来ますよ。ああ、九州場所で。はい、で、振る舞うんだ。はい、私がいつもこれ差し入れるんですよ。家ナンバー。楽しみに皆さん。いやいや、たくさん見ましたね。いろんなの見ました。いろいろ見たよ。ここだけで番組できないの。すみません、ありがとうございました。お仕事中。すみません。こんなのあるで。ちょっ、500メートルぐらいですよね。横切っただけで、うんうん、すごい人生とはみたいなことを考えさせられました。うん、命をいただいているという、そういうことですよね、うん、本当に僕たちは、うん、
いいですか？いいですか？いや、もう、え、上がっていいですか？上がってください。いいですか？と。すっきりしたシルエット動きやすいストレッチ素材驚くほどの暖かさユニクロのウォームイージーパンツうまい新米できました。甘くていい香りサカビよりもちもちふっくらおいしいよ。お弁当にもびっとご飯がごちそう。サンガミより。あの宗像大社と並ぶですね、宗像市のランドマーク、はい、鎮国寺さんが、あるそうですよ。鎮国寺、鎮国寺、国を鎮めると書いて鎮国寺、うん、こっちかな。わ、なんか初めて来るけどすごいよ。広いね。広いね。あ、何がある。鎮国寺役立ちぐらい。RG っていくつなん。今41なんで役です、はい、翻訳です。翻訳中。はい。何かありました。役立ちの時って。いや、何もなかった。役上げてからいっぱいあった。ああ、うん、関係ないのかな。いや、多少こう、まあ大体そのくらいに病気なりがちなんでしょう。ああ、いわゆるそうなんですよ、うん、だからね、僕歴史のいろんなことって全部あるあるだと思ってて、本当に、うん、はい、七草粥とかも、うん、いろんな行事あるじゃないですか、うん、かぼちゃ食うとか、うん、あれ全部ね、あるあるを行事にしてるんですよね。ちょっともうちょっと具体的に、はい、ま、今一つピンとこないですけど、はい、だからその翻訳40何歳、女子は30何歳の時によく体壊すから役っていうことにして、うんね、壊しがちだからね、はい、頼みましょうと、うん、で、当時の日にはかぼちゃ食うと、あ、うん、あ、こんにちは。こんにちは。ねえ、どうも。秋晴れでございますけども、ここは売店コーナーということでいいですか、お邪魔して。あ、 お参りしてからの方がいい。いや、初めて来ましたけど大きなお寺さんですね。ここは真言宗です。はい、のお寺で弘法大師が開かれたお寺、ね、ほー、いろんなところ大屋さんより古いですからね。あ、こっちの方が、はい、そうなんですね、はい。鎮国寺は806年に唐から帰国した弘法大師が創建した由緒あるお寺です。年間を通じて美しい花々を楽しめる名所としても有名で、花と祈願の寺とも呼ばれ、多くの方が参拝に訪れます。原神社で300円ですから、ここはもう2000円ぐらい払わないと。あー、どうも。おお、あ、こんにちは。はい、いいですか。いいですか、はい、お邪魔します。失礼します。なんか今日は厳かな会になりましたな、ね、結構 お守りとかここに売ってんだよ。なんかあなた厄払いじゃないけどさ、してもらったらごま炊きみたいなのかさ、うん、いいですかね。こんにちは、ナショットという番組で、すごい厳かなの、はい、すみません、この8匹で2人。実は今日のゲスト、レイザーラモン RG というんですが、厄年、はい、ということで、はい、どうしたらいいですかね。3通りあって、はい、上で特別祈願をされるか、はい、ごま行を書かれるか、はい、お守りを買われるか、はい、なるほど。特別席に行くほどの男ではないです。、はい、あなたが決めていいんですか。歴史が判断、歴史が判断、ちょっと時間の方があるので。これですかね、はい、こちらがいいと思いますね。あ、これを書けば、はい、これを書くんですか。どうか名前を書くだけですか。はい、こちらを書いていただいて、はい、では貸していただきます。筆を誤らずにしてくださいね。工房もね、目の誤りと言いますけど、本名を書かなくなりました、ね、テレビ見てる人は何が何だかですよね。え、あなた本名なんて言うんですか。伊豆淵誠と。いや、もう何が何だかですよ、うん、本当。ただ毎月27日に奥の院でご飯を炊きます、ね。あとは一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにこのお寺は随分歴史が。そうですね、
外を奥面に行った方が一番分かりやすい。あ、そうですか、はい、ここじゃん、あ、いいですか、はい、いやすごい。ご住職は、中田大社の大佐に。あ、え、ご住職じゃないの？じゃないですよ。もう弟です。おいくつですか？44年。役分けましたね。はい、よかったです。いや、同世代だなと思ってて。お若いのにすごいなと思って。いや、お兄さんがじゃあ住職。はい、で父もいるんですけども、うん、父は今、都の本山が京都の仁和寺なんですよ。はい、で、そちらの、門跡っていう一番上の、はい、上の地位に、地に、はい、何度か入ってきますけども、じゃあもうずっと向こうにいらっしゃる。向こうですね。じゃあ小さい頃からもうこういう修行してたんですか。そのなんとなくですけど一休さんみたいな感じだったんですか。普通の学校、高校とか行きました。普通の高校です。で高校卒業してそっからもう、そっから仏教系の大学に行って、そうですよね。そこはサークルとか入るんですか。いや、あの小屋さんってご存知ですか。はいはい、小屋さんの方にあの4年間大学に行きながら、あの宿坊って、宿坊で分かります。なんかあの旅館、普通の旅館の中井さんが小坊主さんと会ってますね。そこで働きながら、はい、学校に通うっていう。家田翔子さんが今ね、あ、それやってんの。家田翔子さんが出家されて高野さんの、ですね、ごく妻の作家の、作家の、はい、わ、これま、まだですかね。もうちょいですか。だいぶ寝てました。これ毎日やっぱり、まあ、登り降りは夕方は登ってます。うわ、結構きついね。いや、やっぱり足歩いとかんと。お、カニ、ほら、はい、何何、カニ、でかい、でかい、カニか、カニでかい、カニがおる、サワガニです、サワガニ、ね、サワガニも大きな、赤手ガニ、あ、間違えました、すいません。いや、赤いもんだって、立派やこれ。サワガニじゃないですよね、さすがにこれは、うん、昔からここに座っている。へぇ、すごい、でかい。よいしょ。うちのばあちゃんもうすぐ100歳なんですけども、やっぱ毎日山道歩いてるからですって。やっぱね、足からくれてたやっぱウォーキングとか大事よ。はい、すぐタクシー乗らないでください。すぐ乗る、はい、すぐ乗るでしょ。すぐスイカピピッとしてるでしょ、うん、スイカピピはいいでしょ。いや、電車は一応上り下りするからね、はい、階段を。いや、でもタクシーもスイカでピピッとします。そうこう言ってるうちに建物が見えてきたけど、あれが奥の院です。奥の院、あれだ。いや、やっぱ宗像は歴史があるね。すごいよね。そのまま残っててね。宗像だけ。なんか守られてたんやね。今、ちょっと。よいしょ。やっと着いた。ました。奥の院。もはまさに奥の院。まさに。ああ。これはきつかった。ね、技術さんもきつかったですね。ね。ここはですね、はい、空海ってことに、はいはい、弘法大師が中国から帰ってきた際に、まず最初に宗像大社さんをお参りして、はいはい、まあ、無事中国から帰ってきたということで、はいはい、それでまあお出前に行かれるんですね、はい、でその時にお参りされた後に上がってこられたのがこの奥の院、うん、でこの洞窟があるんですよ、はい、奥に、うん、で、まあ、洞穴があるんですけども、でそちらやったらまあ水もあるし子供にもあるしってことで、ここでまあ修行されたんです、はい、実際に修行されたんですか。はい、ちょっと入ってみますか。いいですか、はい、新地みたいなライトの付け方はそうですね。でその奥がもうダイレクトにホラーなの。はい、そうです。いや、近くまで行かれますか。いいですか。いいですか。いや、こんな機会もね。はい。空海さんが修行されたっていうか。すいません。すいません。
僕みたいなのを見えると思います。すいません、近くまで行かれますか。いいですか。いいですか。いや、こんな機会もね、はい、空海さんが修行されたというか。すいません、すいません、もう僕みたいなのがこんなに、ね、芸能人特権ですよ、これは。すいません、ちょっと私こっち行かしまうんですか。はぁ、失礼します。あぁ、なんか、で、ここで流れる感じです。で、はい、ああ、うわ、これは、すごいありがたい。はい、いや、今日はパワーをもらえる。これはもらってますもん。だってここに座ってらっしゃったってことですもんね。そうですね、中野で修行されたっていう。へえ、いや、これ、うん、世界遺産あるじゃないですか、はい、これたくさんお客さん来るんじゃないですか。そうでもないんですよね。そうでもない。お客さんはさすがに増えましたけど。なるほど。ここまでまだ知られてないんじゃないですかね。そうですね。そうだと思います。ねえ。これもね、あそこになんか置いてある仏像も歴史があるんでしょうね。わかります。はい。ね。はい、もうここに来れただけでも、うん、ああ、もうなんか声が良くなったぐらいの気持ちになりました。吸って、声が喉が開く感じありますか。はい、はい、本当に。さすがにね、この前では歌わせないんですけどね。なんか歌いましょうかみたいな顔でこっち見てます、ね。そういうつもりでもない。さすがにそういうつもりでもない。我々もわきまえてますからね。そういうつもりじゃないです。本当に体がいい。までなんかバチ当たりそうでしょ。正面がですね、五仏堂とも言うんですけども、はい、この鎮国寺の本堂です。え、ここが本堂。あれ、さっきのは？は、ごま堂ですね。ごまを炊くんですね。へぇ、こっちだったら本堂が多くて、はい、ごま堂が。そう思います。はい、こっちが本堂なんですね。こちらが本堂なんです。へぇ、あら、派手。うわ、金。派手だね。あー、これはこれは。すごいね。すごい。あ、これパンフレット載ってるやつだ。あー、なるほど。釈迦如来様、ね、え、上がっていいんですか。上がっていいの。上がってください。いいんですか。はい、今日は上がっていいんだって。全部上がらせて。普通に上がっていいとこです。あ、そうなんですか。普通のお客さんも。はい。なんか、ね、内見に来たみたいですね。パンフレットも。お邪魔します。2、4、5体の仏像が、はい、で、そのうちの真ん中の3体は、はい、お大師様が咲くって言われてます。へえ、千何年経ってるってことですね。これを1200年前作ったすごいな。いや、でもこういうのが、ね、しっかり残ってるっていうのはすごいね。すごいね。いや、これがこの距離で見れるのはないですね。普通ないですね、はい、京都や奈良だったらもうそこまでですよ。いや、本当そうですよ。本堂を後にした一行は最初にお尋ねした売店へ。あれ、鎮国饅頭って書いてありますよ、はい、これは先代と御村方の鶴見屋さんというところが、はいはいはい、ご主人が作られたのが、うん、先代が開発したのが、はいはい、じゃあ行ってきました。はい、よかったですね。住職も一緒に。お勉強になりました。勉強になりました。ここ入れるんですか。ここ入れる。ここも入れる。ここも入れる。ここも入れる。靴はそのまま。そのまま。そのまま。ここまで入れるなんて。入れますよ。いやどうぞって勝手に開けてます。食べとかんとね、これは。食べとかんと。ありがとうございます。じゃあ鎮国饅頭。あれ、あ、思ったよ、こう、軽い。ずっしりくるって言ってくださいよ、それ。いい意味で、いい意味で。空ですか？中空海？空海。なるほど、ほら。すごい、なんか砂糖。で、表面がカリカリタイプなんだ。さっきみたいで。あ、ほんと。ガワガワ、これあの、シナモンの。そうですね。ね。ちょっと座ってカプチーノください。それじゃなくて、それじゃなくて。贅沢言うな。カプチーノ合うよね、これ。合いますね。合いますよね。お二人は長いんですか、ここは。ずっと。できた時から20
平成元年からということはね、我々平成2年デビューなんで、そうそう、1個先輩だから、僕らよりも先輩の、うん、27年前ですよね。そうですね。ね。だいぶあれですね、じゃあね、はい。若かったですね。まあお互いですから。ね、27。いやいや、27引くと、まあね、今おそらくあのぐらいなんで。そうですよ。ね、世間じゃ定年近いぐらいですね。定年近い。まあまあまあ。まだまだまだ。ということで。ということで。はい。沈黙であるあるないでしょ。沈黙であるある1個だけですよ。あるの？あるんならそれ先にやりなさいよ。いや、それをじゃあ最後に聞いて終わります、はい、お願いしますよ、はい、沈黙であるある、はい、はい、沈黙であるある、それでは We are the world に移って、 We are the world 長いよ今、まあ、なるべく一番、はい、沈黙時のあるあるいたい、沈黙時あるある、沈黙時のあるある言いたい、沈黙時あるある言いたい、 We are the world We are the children 沈黙時あるあるを早く言いたい、沈黙時のあるある言いたい、人格人あるある言いたい、わー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 、人格人シンディーロンパー出てきた、あるある言いたい、人格人どこでも上がれる、We are the world We are the children。いや、これ特別に特別に上げてもらったこともありますけど、どこでも上がれるこれちょっと視聴者の方誤解するかもしれない、比較的上がれる場所意外と入れないかなと思ったところは上がれる、上がれるって言うのみたいな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。やだやだ、もうぐっちょぐっちょじゃん。信号が言った、大丈夫、流れちゃう、流れちゃう、おっ、怖い怖い、今夜のダウンタウンナウは本音ではしご酒、武士とかがちょっと、はいはい、なんか休んでちょっと一気にね、ネタとかなんか岡倉とかをね、こういうところでやる感じですかね。ちょっとじゃあもう特別に、うん、100円ということで300円、はい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 、これからですから、はい、はい、じゃあ今日もロケがうまくいきますように、はい、お願いしますね、はい、これ神様いらっしゃいますね、神様なんか大丈夫ですか、引っ越した後みたいになってますけど閉じ込む、じゃあよろしくお願いしますね、すいません、いいあるあるが言えますようによし、はい、ありがとうございます、よし意外と意外とやることないね、ここないよ、だってガラガラない、こんなもない、本当ですね、ね、人もいない、でも来るんやろか、社務所もない、初詣とか来るんやろか、いや並ぶんですかね、まあでも子供がこの野球とかするにはいいかもね、ちょうどいいかもしれないです、はい、いやボールとかすぐなくなるからすぐなくなるすぐどっか行けば大変ばよ、これ、これこれ分かります、何、モグラがいる証拠ですよ、え、どれ、こういうの、あ、これはモグラの跡やね、はい、ゴルフ場でもよく見かけます、知らんやった、だから自然が残ってるってことでしょうね、これは、モグラモグラあるある、モグラある、いや、モグラあるあるなんかないって、ないよ、それごめんごめん、口が過ぎたあるわけないよ、あるわけないよ、モグラあるあるなんてそうそうそう、1個だけありましたね1個ある、よかったですね、モグラであ、そう、1個あった、1個だけあります、モグラ、ミミズやったらなかった、ミミズやったらちょっと断ってました、なるほど、あるんならね、聞かせてもらっていいですか、モグラあるある、じゃあ1個だけありますね、お願いします、じゃあ、玉置浩二さんの田園に乗せてね、あ、好きな曲です、はいはい、でん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 でるん、ちょっとあのアコースティックバージョンでやりますね、あ、俺はいいね、ウォーホーホーオーホーホー、手拍子とかいる、オーオーワ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 ーグラ、あ、これでモグラって言ってた、
モグラのあるある早く言いたい僕早く言いなさいよモグラのあるある早く言いたい君いや僕らはないですよね僕らはモグラのあるある早く聞きたいカメラマンいやそれは聞きたいですよ早く行きたいんだからモグラのあるある早く聞きたいサッカーモグラのあるある早く言いたいモグラのあるある早く言いたい赤いこつけてないな言うもんだけで毎日あるある頑張っていれ生きていくんだあるある言うんだモグラのあるある早く言いたいだけどもあるある諦めないで諦めないで諦めてないです僕らは早く言いたいモグラのあるある時々干からびてる嘘時々あるわ出てあるあるそれこれは見たことないよいやいやこれはあるマジで道路で引っから見てるやつある、うん、あるぞなんか地面から出てき地面に出てきて力尽きた状態でね、はい、時々引っから見てます、はい、うわーってなってると思う本当あこれ水にも言えるやつだった水の方がもっと言えるわじゃないよ水はね水の方がよく見ますかね、うん、いやこの調子でロケやってたら夕方になるよ名所とか一切回らんその辺でずっと歌聴くっていうだ歌う時移動の最中歌でいいでしょまあ、ね、こういう時に歌えば、うん、別に止まらんでもねはい、うん、そんなもできんのウォーキングでできんのウォーキングソングウォーキングソングウォーキングデートさあ今週は宗像市にやってまいりました、はいこちらは原神社というね、まあ、非常に歴史がありそうな、ねね、非常にいい景色ですけども、ね、登ってみないことには何か教えられませんみたいな、ねね、登ってからでしょうねいろいろな景色が広がるのがねさあということで今週のゲストなんですけど、はいまさか一人で来ましたよ、ね、嬉しいですねそうですか僕はどっちかというと相棒のファンですけど、ね、あっちのファンですかあっちのファンです私はどっちかというとこっちのファンなんですよはいということで登場してもらいましょう、はい、今週のゲストレイザーラモン RG さんですどうもあらあらあら弱気なサインに首を振り得意のあるある投げ込むだっけよどうも RG ですどうもします、オープニングはピンクレディのサウスポーで今回のゲストはレイザーラモン RG 世の中のさまざまなあるあるを夏メロに乗せて華麗に歌い上げるネタが今ではすっかりおなじみになりましたまあ、RG さんといえばもうあるあるでおなじみですから今日ももういろんなタイミングで、はい、いろんなあるあるもしあればです。で大丈夫なんで、はいはい、あるかなあるかなウインクしてるウインクしてるあるかな、はい、今日はだからもう何曲も歌ってもらうことになると思いますので、はい、今日喉むっちゃ開いてますね、ね、RG ももちろんそして視聴者の皆さんもね、はい、今日はもう我慢クラブだと思ってそうですねコンクラブですよ、はい、よし行きましょう、はい、行きましょうコウモリみたいなおじさんがバットマンみたいな感じ今回はレイザーラモン RG と宗像市はぶらり特別席に行くほどの男ではない1200年の歴史を誇る由緒あるお寺で心を清めて千尋子さんのあるある宗像中に珠玉のあるあるが響き渡るぞ沈黙時アホンリーダー花山大地の談笑とこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花丸大吉の南小と今回の舞台は宗像市。福岡市と北九州市のほぼ中間に位置する宗像市。宗像大社をはじめ由緒ある神社や寺院が数多く点在し歴史深い地域として有名です。今年の7月には宗像沖ノ島と関連遺産群が
2017年の世界文化遺産候補に選ばれ、今後ますますの発展が期待されています。原神社、原神社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 、やっぱやらなきゃいけない。なんかやっぱり空気がちょっと冷たいというかね、神社って不思議よね、はい、まあ日陰なだからなんでしょうけど、うわえマジで、いや、いろいろ来たけど、はい、こんえシンプル、シンプルな、シンプルですね。これやってる今日やってる移転した原神社どっかに一応来れないんじゃないの。昨日悪天候でなんか飛んだ狛犬とか狛犬とか飛んでった。なんかそれこそ昔ね、うん、バットマンって言い出した。重い男が、重い男がバットマン太陽浴びて大丈夫ですか。大丈夫です、全然バットマン大丈夫です。ドラキュラじゃないんだから。ここ、あ、ここがここがね、あのお肉屋さんなんですけど、ここそれ肉は焼肉屋ってことですか。いや、してない、ただお肉売ってるだけ。あ、なるほど、あ、そういうこと。いや、うまそうですけど、まあでも、まあ、あのこっちの方に行ったら、ここのところを、あ、楽市楽座、あ、本当だ、はい、これですか。はい、これもう有名ですよ、楽市楽座。行っておじさんに挨拶してバットマン。あれ来なかった、来たと思うよ。ちょっと待って、ちょっと自分なに、あ、楽市楽座、あ、本当だ、はい、これですか。はい、これも有名ですよ、楽市楽座。行っておじさんに挨拶してバットマン。あれ来なかった、来たと思うよ。ちょっと待って、ちょっと自分なに、いや、本当ちょっと許可取ってもらっていいですか。博多大丸です。はい、そうです。デパート。南昇とという番組で、こんにちは。ですよね。来ましたよね、僕。ご無沙汰しております。いいですか、ちょっと見せてもらって、今日も。じゃあ、お邪魔します。お邪魔します。すごい数の。うわ、うん、あ、これってあれよね。それバカラ。バカラ。陣内くんの結婚式の日でもね、うちにあります。あるでしょ。あるよ。名前が入ってるやつやろ。そうそう。何か自慢のやつ。自慢のやつは。自慢の。あれなんか面白いね、あの掛け軸。あの掛け軸。あの馬に乗ってるやつ。ほら、大政王光図って言って、西洋の王様ですよね。それを日本人が南蛮貿易が盛んな頃、写しで書いたやつのまた写しですけどね。これですか。20万、まあまあ、20万か。どうしますか。これが面白いですよ。赤瀬谷源平って有名な人おるじゃないですか。何年か前ベストセラーになった老人力って本があって、この方亡くなられたんですけど、はい、その方がもともとは芸術家なんですよ。要するに資本主義をパロディ化した商品。ゼロ円、本物ゼロ円、ね、これ今おいくらぐらいで。15万ぐらい。これは大事にしないかんですね。キャンディー入れが欲しいって言ってなかった。これ面白いです。面白いな、はい、娘さん言う。まあまあ、はい、いいですよ、キャンディー。おしゃれ、これは。キャンディー入れ、オルゴール付き、はい、こう開くたびに、ほら、ああ、かわいい、アンティーク。これお父さんありがとうって言うやない。でもこのやっぱり感じじゃもう日記玉しか入れちゃダメでしょ。日記玉、そうですね。へえ。いやでも本当44、5になるとこういうのがよくね、うん、じっくり見てしまう年齢になっちゃいましたね、うん、若い頃はよく分からないんだけど、うん、あの当時よりなってるね、うん、多分今もあのおちょこのとことかもうさっきじっと見たと思う。それ、うん、このおちょこのやつ、あ、かわいいですね。小さくて、ただなかなかのお値段です。そうですね。これ何焼きなんですか。ほとんど小井まりです。小井まり。へえ。これあったらヨアンバルないと。ヨアンバル。これ。ああ、この横のやついいけどね、小井まりの。うん、これだ、オルナミシの蓋ぐらいだろ。昔これ。今のあのね、あのこうじゃなくてこうなってたで、こうやってこうして飲めたらオルナミシ。すぐなくなるけんって。ちょっとね、口怪我しちゃってですね。歌わずともうあるある言っちゃうんですよ、ね。今のあるあるじゃないですか。あるあるでしょ。僕だけ。そのまま水の蓋で口怪我する。怪我する。あ、それ僕だけかな。ね、じゃあまたちょっと、はい、ゆっくり来ないといけないですね。
こういう年になったな、ね、ゆっくり見れるもんね、うん、子供の時なんかもう早く早く、コスモスが咲いてますよ。あら、コスモスってこの時期っけ？秋か、そっか、秋ですね、秋の桜や、秋の桜でコスモスか。こんな小春日和の穏やかな日はあなたの優しさが染みてくる、ね、花の道、明日と次ぐ私、あれ、この花は何ですか？これは何の花ですか？岡本信人じゃないとか。ね、急に聞かれても分からんから。道に咲いた花ばくさ。答えきらんばい。おーおーおお、でっかい。唐津街道だ。唐津街道。ああ、原町っていう地区なんだ。だから原神じゃないの。なるほどね。古いよ絶対。原町。春町でした。あ、正解。じゃあ春神社。春ね。あれは原神社。ここは春町。でもここは春町。うん、バルでもない、ね。あ、でも春町ってちょっと有名やない？聞いたことある。あ、あった。看板があるよ。春町。九州あるあるですよね。原を春と呼びがち。うん、はい、前バル、塩バルね。ヒバル。春町。あ、肥前名古屋城へ向けて行き交ったんですって諸大名が。じゃあやっぱりね、あそこで休んだ人もいると思うよ、お侍さんが。そこで原神社で中村健一拓司、なんか漫才コンビですか？健一拓司師匠は僕お会いしたことない。画伯です。あ、画伯でした。すまんでした。恵比寿神社、まあ、いろいろあるんやね。幸福神社、神社ばっかり。あそこに商店があるよ、ね、あ、これもやっぱ街道に寄せて。名前も中村ですよ、画伯と同じ。あ、本当だ、中村一族がやってるんじゃないですか、うん、一族の末裔が。こんにちは。こんにちは。どうも。あ、南昇とという番組で今日はここに来たんですけど、ここは商店。何を売ってるんですか？卸の方。なるほど、なるほど。これあれですか、街道だからこういう建物に寄せていって、あ、並びはみんなこの感じでやろうと。これ中村さんっていうのは、その中村画伯とかと同じ？あ、関係ないです。たまたまの中村さん。すいません。やっぱり多いんだ。中村が多い。なるほど。あれ、お母さんたちどっから来たんですか？お母さん。お母さん。大分です。大分から。あら、いらっしゃい。何しに？何しに？あ、私のところに遊びに。ああ、地元なんですか？宮根祭を見に。え？昨日の宮根祭を見に来たんですけど。昨日お祭りがあって。あ、姫さんでした。天中田大社、今日お祭りやってるんですよ。宮根祭。宮根屋とは違うんですね。宮根祭。ここはなんでこう今日ここ来たんですか？いや、とりあえず今日、今週は南昇とこの宗像のこの地区だっつって、とりあえずここに今来たんですけど、こっちなんかあるんですか？あ、ありますよ。こっち、楽一楽だ。楽一楽骨董屋さんが。で、骨董行ったら、すごいね、おいしいお肉屋さんが。お肉屋さんが。骨董行ったらね、お蕎麦屋さんが。あ、結構あります。ここはほら、安泰薬局っていうか、はい、私、詳しいですか？詳しいですか？詳しい。じゃあ、こっち行けば、なんか、階段に詳しい。有名な骨董のおじちゃんがいるんですよ。あ、そう、楽一楽だ。コウモリみたいなおじさんが、その骨董。コウモリみたいなおじさん。バットマンみたいな感じで、本当に本当に、まあまあ、もバットマンみたいな。案内します。ありがとうございます。案内します。案内になっちゃったよ。大丈夫ですか？大丈夫です。バットマンいます？ずっと歩いてたら、バットマンのおじちゃんがいます。ああって言ってたけどな、親がここに来とったら。本当よ。いや、楽しゅうございました。ご主人ありがとうございます。どうも。奥様によろしくお教えください。どうもどうも。どこがバットマンですか？お姉さん、お姉さん、お姉さん、ちょっとお姉さん。どこが昔バットマンだったんですか？バットマン。髪型変えたでしょ？昔ほらバットマンだった。バットマンというか、ここはコウモリコレクション。あ、そうそう、コウモリコレ。あ、見てたも見てなかったんですか？コウモリコレクション。二階がなんか。私初めて来た時にすぐ2階に行ってコウモリコレクションを見せていただいたんです。コウモリコレクション。
なんですかコウモリコレクション。コウモリの骨董品みたいのがすごくあられて、うん、すごいんですよ。だからこそバットマンってこと。それ見ないと。それ絶対見た方がいいですわ。ちょっと絶対見た方がいい。コウモリコレクション見て、それでさすがバットマンってなって、そうです。でコウモリあるある聞いて帰ろう。そうそうそう。なんだそういうことですか。いいですか。あら、ほらあんた。うお。無理だよ。なんかもうなかなかよ。あ、はいはい。失礼します。ここが。その辺でもコウモリの。ああ、剥製とかそういうことじゃないんですね。あ、本当だ。コウモリの陶器。うん、はあ、そういうことですよ。コウモリ。時山そこにコウモリがいるし。どこに？真ん中。針のところ。ああ、わかった。おい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 、あ、本当だ。え、これ何ですか。あ、これはあの副菜のカステラの副菜のコウモリ。本当だ。昔コウモリ。昔からコウモリです。コウモリ。昔から。コウモリ。気づかんやった。あの福を呼ぶということで中国とか、へえ、日本の昔は気づかなかった。本当だ。中国で意味がいいんですよ。ああ。だコウモリは別に売り物じゃなくて私のコレクション。コレクションで集めてらっしゃる。ああ。じゃあもうコウモリ関係は一旦見ますか。じゃあ売りに来たら、あ、全然見ますよね、全国から。いや、いいものを見せてありがとうございます、ね、あ、どうもどうも。やっと謎が解けました、ね、よかった。バットマンの、うん、どっちかというとね、バックトゥザフューチャーのドック博士、はい、刀の2の、ね、でバットマンって言われてるのかな、はいはい、あ、まあいいね、コウモリあるあるは。あ、動きながら歌っていいですか。もう、はい、いや、もちろんいいですよ、はい。チャチャチャララチャ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 ララチャチャ、コウモリあるある、早く言いたい、ゴールドフィンガーに乗せて、コウモリあるある、早く言いたい、横島な気持ちでダンスインザサン、コウモリのあるある、早く言いたい、野蛮な太陽、あちちあちあるあるだろうか、あちちあちこもりあるある、カモン、あうさいさらこもりあるある、こもりあるある、早く言いたい、カモン、こもりあるある、実はかわいい。顔かわいいですね。実はかわいい。かわいいです。まあ確かに顔かわいいですね。みんなね、怖い、怖がってるんですけど、すぐ飛ぶからね。飛んでバーってくるから怖いイメージだけど、顔だけ見たら意外とね、意外と愛くるしい顔してるね。そうなんですよ。すいません、なんか何度も往復させて。すいません、いろんなとこ見せていただいてありがとうございました。勉強になりました。はい、コウモリあるあるも飛び出しましたんで、実はかわいいということで。ありがとうございました。ありがとうございます。